はい、食べ歩き旅スタートです。イエーイ。はい、で今日はここに本当は行こうと思ってたんですけど、ちょっとね中での撮影ができないということで、原宿にある、僕のおすすめのカフェ外から撮っておきます。ぜひ行ってみてください。そしてちょっとねショックって思いながら途方に暮れているとですね、なんかひときわ賑わって面白そうなところに、迷い込みました。冒険心をくすぐられたのでここに行きたいと思います。中には韓国にありそうなスイーツがいっぱいあってすごい魅力的でした。で、ダルゴナ型抜きをちょっと見つけちゃったんでやりたいと思います。一回ねやったことあるんですよ。でもその時全然ダメだったんで、リベンジということで参加します。見た瞬間一番来て欲しかった傘の型抜きが来たので、すごいテンションが上がっております。で、見返して思ったんだけど、5分っていう時間制限を感じさせないこの丁寧さ、はい、集中するとすぐ糖分が欲しくなっちゃうんです。だから食べてます。そしてなんか急に雑になりましたね。はい、見ての通り結果は残念でした。急にパキって割れてびっくりしたんですけど、もう早く早く食べたくて仕方なくて、もう早速で、なんかすごい店員さんが優しくて頑張ってって言ってくれてたんで、ちょっと気まずくて早く食べてます。でね、毎日恒例の階段ダッシュを今日は100本頑張ったので、ご褒美のチョコチェロスです。チェロス、チョコチェロス、どっちだっけ。こやつがね、とんでもないぐらい美味しかったです。もう本当に甘いって感じでした。見た目に反して僕は相当な甘党です。はい、めちゃくちゃ幸せを感じております。でも今編集中で地獄を味わってます。このタイマーで無事店員さんにバレました。ここはすごい店員さんが優しそうって言ってますね。エブリデイ食べ過ぎると顎が気になります。大丈夫ですかね。はい、甘いのを摂取してすごいご機嫌ですね。気持ち悪いのでやめてほしいです。途中からこんな甘党でも少し厳しくなってきました。はい、完食してごちそうさまでした。で、今日は他にやることがもう一つあったので、原宿駅前のカフェに来ております。すごいね、ここ認定証みたいな美味しい紅茶の店の認定証がついてて、もうね爆発的に美味しかったです。悩んだ末に名前で決めました。ローズコングー。
それでやることっていうのは、韓国にいるメンバーが、前に、オンラインライブをやったんですけど、その時の、応援メッセージを撮ってました。なんかいろいろ考えたんですけど、多分毎日毎日ストイックに、このステージに向けて、皆さんのことなんで、必死に練習してると思うので、頑張ってっていうのもなんかちょっと酷かなって思って、まあ、いつも期待以上のステージを見せてくれる天才、の皆さんじゃないですか。はい、なので、いつも通り期待以上のステージを楽しみに、してます。はい、そして本当に体調には気をつけて、当日楽しんでもらえればいいなと思います。で、僕も画面の前で、しっかりと皆さんのことを見てるので、ファンサーの方よろしくお願いします。で、後から自分で見返して驚愕したんだけど、頑張ってくださいって言わないとか言ってたのに、頑張ってくださいって言ってます。これね、これを使う知らなくてね、やっちゃった。めっちゃ入っちゃった。あ、でも大丈夫大丈夫、学んだから、次からはないから。めちゃくちゃ通うから、めちゃくちゃハマっちゃったからね、めちゃくちゃハマっちゃったから、もう通うから今日から。はい、ティー飲みまくる。